はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はホビージャパン、天国ですね。まずはこちら。やはりね、こちらも FGO からダンサーメデューサ。色つきましたね。一気にね、メデューサらしくなりましたね。僕が最初に出したオシオンサーバーですね。しかも立て続けに2枚出たからね。結構この子には親しみ感じてます。ただその後にね、エルキドゥがすぐに出たんで、メデューサはね、使ってないんですよね、ほとんど。まあでもこの子、たたずまいが可愛いよね。でもフィギュアとしてはどうなんだろう。ほとんど体これね、黒いマントで隠れちゃってるからね。でもまあマントの中はね、これよく見るとすくみずのような衣装だね。お腹のぽっこり具合とか太ももとか結構ここら辺たまんないね。色がついたということで、そろそろ予約開始するんですかね。金額次第ではこれちょっと欲しいですね。そしてさらに FGO からキャスターのニトクリス。この子もね、あんまり知らないんですよね。直立フィギュアですが、結構髪の毛が広がってたりしてボリュームがありそうですよね。まあでも胸に目が行くよね。これは立派な胸だ。素晴らしい。腰回りもね、なかなかセクシーな感じになってるし、できればね、これ後ろ側も見たかったですね。これもね、早く彩色が見たいですね。そして同じくキャスターのエレナ・ブラバツキー。ブラバツキーだよね。ちょっとなんか言いづらい名前だね、この子。全然知らないんだけど、FGO ってちょっとキャラ多すぎるよね。しかもなんか全然違うキャラ多いよね。でもこの子は完全にロリ属性だよね。ペタパイだし、スカートの裾の丈もこれ絶妙だよね。これはね、早く色付きが見たいね。色ついたらこれ一気に欲しくなるかもしれない。でも天国の FGO ってメジャー路線を外してるのがこれなんか渋いね。今後はね、カンコレから FGO にシフトしていくんですかね。そしてその前回のメガホビでも展示してたんですが、僕が撮影し忘れたアイオワ、カンコレですね。天国のカンコレでは僕もね、ムツとあと来月発売されるカシマとね、買ってるんで、特にね、ムツの出来がね、良かったんでね、このアイオワもね、すごそうですよね。僕はね、途中でカンコレやめちゃったんで、この子は知らないんですが、このおっぱいもね、なかなかすごいですね。これもね、早く彩色が見たいですね。そしてなんと、天国までトラブル出してきましたね。まあ、らしいっちゃらしいんだけど、ホビージャパンが出すのは。結構なんか最近いろんなメーカーから出てるんだけど、なんかあるんですかね。しかもね、このモモの顔がね、結構僕好みなんですよね。これ似てるよね。これもね、色はついてないけど、これ造形が素晴らしいのがわかるね。本当にこれは素晴らしい。もう顔の造形から体の造形まで本当にね、これはよくできてると思います。そしてさらに金色の闇、ヤミちゃんまで来ましたね。これもお揃いの衣装ですね。これもなかなか良さそう。腰回りがね、素晴らしいね。個人的にはここがいい感じだな。うん、いいね。さらにさらにネメシスも来ましたね。これは闇とネメシスを並べて飾れということですかね。天国はなんか一気に3人出してきましたね。衣装は闇とお揃いみたいだし、これもなかなか素晴らしいですね。早くね、3人とも彩色した姿が見たいですね。そしてヴァンパイアセイバーからリリス・スプレンダーラブ。いや、これ色つきましたね。いや、これすごい綺麗なんですけど、これ以前のメガホビでもすごく気になったフィギュアだったんですけど、造形がね、半端ない。めっちゃ好み。これめっちゃ僕好みなの。しかもこの彩色でしょ？これは欲しいね。
この作品は知らないんだけど、これ昔のゲームなのかな、結構顔が昔の顔だよね。でもね、これ本当に美しい。絶対これ飾り映えするやつだもん。これも色ついたんでね、予約開始するのかな。価格が気になるところですね。そして先日高巻庵が発売されたペルソナから、新島誠、これはペルソナのヨハンナがついてるということで、すさまじい迫力なんですが、それだけにね、価格が心配で仕方ない。高巻庵が良かっただけにね、みんな揃えたいんだけど、ちょっとね、価格が高すぎると、どうしようかなって感じなんだよね。これは限定版がヨハンナ付きで、通常版は誠だけとか、さすがにそれはないか。このポージングでそれはないよね。でもちょっとな、正直ね、バイクに金かける気はないんだよね。2万超えるとなると、ちょっと手を出しづらくなるな、これ。フィギュアに至ってはそんなにね、結構シンプルだからね、黒一色だしさ。造形はいいんだけどね。誠はね、僕一番好きなキャラなんだよね。まあこれもね、近々予約開始されると思います。価格を見るのが怖すぎる。そして同じくペルソナより、さくら双葉、これはね、現在予約受付中です。僕もね、これは予約しました。限定版の方、限定版はこれ下のやつが光るんですが、配線できるんで、デドルフでね、ケースの他の照明と合わせて光らせると思うんで、それが楽しみですね。早くね、アンの隣に飾りたいですね。ということで、ホビージャパンブースの紹介は以上となります。他にもね、展示されたものもあったんですが、ちょっとね、他のメーカーとかもあるんで、さばききれなくなってきたんで、ここで紹介しきれなかったものは、後日ね、サブチャンネルの方でアップするかもしれません。ちょっとね、編集の方も時間かかっちゃってるんで、ちょっと全てを紹介するのが難しいかなと思ってます。またサブチャンネルの方もね、時間が取れないんで、あっちの方もなかなかアップできない状態なんですよ。本当に申し訳ないです。で、次はグッスムあたりを紹介しようと思ってます。ではでは、またね。